味だ。ジンビームハイボール。すっきりすると心が軽くなります。軽やかでいたいね。そういう時代よね。気分は健康の時代。サントリー新オールフリー。皆さん、子宮頸がんは予防する方法があるんです。それはワクチンと検診。10代からのワクチン接種と20歳を過ぎたら検診が大切です。対象者への定期接種やキャッチアップ接種も行われています。また20歳を過ぎたら2年に1回の検診を。そうなんだ。未来の私を守るために今始めよう子宮頸がん予防。コーヒー牛乳。デュジューコーヒー牛乳。メソレテールコーヒー牛乳。いつもデュンバリガジュ。ケソモン牛乳ケボン。よくすよん。コーヒー牛乳。ミルキープレッソバナナ牛乳。パパママなんか言うたとら。ケコンさせてケボン。びっくり薄いですもん。お前らやるじゃん。牛乳の朝にミルキープレッソ。